はあ、どうしたことかお前がニムロとかガイアから用事があるって聞いたんだけど、あいつは今忙しいから、オイラたちが代わりに手伝うよ。旅人、君か俺の女房に、ウィンドブルーム祭のプレゼントを用意したいんだが、酒仲間のガイアにアドバイスをもらいたくてな。その。 俺は酒が大好きだからいつも酒場に入り浸ってるんだでも女房は酒を飲むのに反対しててないつもそれで喧嘩してるお前も飲んだくれだったのかわかるよ酒はいいものだからねでも君の飲み方はうん頭では分かってるんだだからこそ申し訳ないと思ってる旅人 悪いけど材料集めを手,伝ってくれないか手作りのプレゼントを女房に送りたくてねこういうのは自分で集めるべきなんだが酒を飲みすぎて眠ってしまって起きた時にはもうセレモニーが始まってたんだ自分一人の力じゃもう間に合いそうにないむちゃくちゃすぎるぞセレモニー期間中に他の人に頼るなんて未婚のモンド人なら絶対にありえないことだよ ニムロだ結婚しててよかったねああ本当にすまない返す言葉もない <laughs> 仕方ないな何が必要なんだ俺は城内で木材を集める植物は野外でしか取れないから頼まれてくれるかいグサが2つ必要なんだいグサと木材で何ができるんだ木材を使って小さな小屋を作るんだ それにきらびやかな花と手作りの家具を付け加えて女房に送れとても温かなプレゼントだねほんの気持ちさ <laughs> 女房と出会ったばかりの頃はいつも手作りのプレゼントを送っていたそれを女房も気に入ってくれてて <laughs> 悪い昔のことだ気にするなとにかく頼んだよ 良かったなオイラたちみたいな頼もしい助っ人が来てくれてさあ行こう材料を集めるぞシュッツの店で新しい装備を買った方がいいぞありがとうありがとう 本当にありがとうこれがあればすぐに作業を始められるプレゼントだけじゃなくてこれからは奥さんのことも大切にしろよああ必ずそうする俺の作ったプレゼント気に入ってくれるといいな気持ちのこもったプレゼントを嫌う人はいないだから安心してオイラたちの努力を無駄にしないようちゃんと作れよ アイムサービス中いらっしゃい